はい、こんにちは、ありがとうございます。第35回南越谷阿波おどり、いよいよスタートです。皆様、令和元年の夏、いかがお過ごしでしょうか。今日、明日と第35回を迎えました南越谷阿波おどり、これから昼の部大ホールでの演技がスタートいたします。どうぞ十分に楽しんでいってください。もう早速トップバッターが準備をしております。今年も出演するそれぞれの連からこのような皆様へのご挨拶文をいただきまして、それを読みながらご紹介をさせていただきます。木村連です。私たち木村連は本場徳島阿波おどりの成長にこだわり、1年を通して活動しています。阿波おどりの連には珍しく、扇子、うちわ、ちょうちん、女おどりと4つのパートで構成されており、パートに合った音色を鳴り物が静と動を表現しています。優美に、そして躍動的な白とピンクの統一された着物はまるで花びらの舞のよう。三味線の音色に引き寄せられて色とりどりにほころび、南越谷の夏を花盛りにします。ちびっこ踊りの元気な笑顔も魅力の一つです。総勢70名による祭り囃子は心華やぎ、日本の夏、阿波の街角へいざなえます。これが木村連の祭り囃子です。どうぞ。
Thank you.
でした。本当に花びらが舞うような明るく楽しい踊りでしたね。花びらは大きな花びらもあれば、ちっちゃくて可愛い花びらもありました。大変楽しく見せていただきました。さあ、次の連をご紹介いたしましょう。宮城連北信連合同連です。共にコラスグループの社員で構成される両連は、第1回の南越谷阿波踊りから連続出場している伝統ある連です。今年で阿波踊りの歴史と同じ35回目の出場となります。男踊りは提灯を振って飛び跳ねる躍動感のある踊りが両連の特徴であります。また何といっても今年の舞台の目玉は中盤からの女踊りの演舞です。一糸乱れぬ華麗な動きは舞台を華やかに彩ります。元気よく飛び跳ねる男踊りとしなやかな女踊りが成長の鳴り物で舞う姿をどうぞ楽しんでください。お客様と共に楽しめる阿波踊りを目指しております。皆様もどうぞお楽しみくださいとおっしゃっています。宮城連北信連の合同連でございます。それではお願いいたします。宮城北信合同連です。Thank you.
ともに35回出場しているという連ですから、ボード連といってもとっても息が合っていますし、素晴らしい演技を見せてくれました。続いての連をご紹介いたします。愛嬌連は阿波踊りが大好きな仲間が集まり、平成19年1月に結成。越谷を中心に埼玉県内からも戦場阿波踊りを志す者が集まり、お互いに切磋琢磨し技術を日々高め合っています。ちょうちんを片手に豪快に時に軽快さを持つ男踊り、調和を第一に優美に踊る女踊り、彩り豊かで華やかさに目を奪われる笠踊り、基本を忠実に踊りの楽しさを大切にしている子供踊り、そして細部にこだわり磨き上げた音で踊りの心を浮き立たせる鳴り物、成長阿波踊りを掲げ見る人の心に響かせる愛嬌魂、そんな最高の夏をお届けしたい。さあそれではお願いいたします。愛嬌連です。パパお腹だけね。
鉄会ひろいでんが登場いたします。ご紹介します。商店街、私たち南越谷商店会ひろいでんは南越谷商店会を母体とし、阿波踊り好きが集い、踊りを通して商店会の地域活性のお手伝いをする活動にも力を入れております。また皆様のおかげをもちまして、私たちは昨年創立30周年を迎えることができました。その記念すべき年に南越谷阿波踊り振興会より3年連続で南越谷の代表としてご推薦をいただき、秋に本場徳島で開催されます全国阿波踊りコンテストへ参加させていただきました。そしてその大会におきまして、大会史上初の2連覇を大会史上最高得点で達成させていただきました。素晴らしいですね。さらに喜ばしいことに、南越谷阿波踊り振興会よりこの結果に高い評価をいただき、越谷史上初の殿堂入りをさせていただくこととなりました。これも応援してくださる皆様のおかげと清井連一同心より感謝申し上げます。そこで今年の清井連は、昨年のコンテストの舞台構成をベースにさらに見どころを加えて披露させていただきます。またホールと外の組踊り会場で構成を変える初の試みをいたしましたので、ぜひそちらもご覧いただきお楽しみください。ただいま清井連は礼に募集中です。今年も新しい仲間を迎え、一生懸命練習を重ね、本日一緒の舞台に立っております。最高に楽しい仲間たちがお待ちしております。踊りや鳴り物に興味のある方、私たちと暑い夏を過ごしましょう。最後になりましたが、改めまして清井連一同、皆様の応援に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。さあ、それではご覧いただきます南越谷商店会清井連です。Thank you.
強い点でした。全国大会で最高得点を出したという清居連ならではの素晴らしい演技でした。続いてかかし連をご紹介いたします。会場の皆さんこんにちは。南越谷地元連のかかし連でございます。今年も皆さんに存分に楽しんでいただけますように一生懸命に練習を重ねてきました。その中でも鳴り物さん頑張りました。踊りのパートごとにいろいろなリズムや音を奏でます。例えば男踊りは舞台せましと踊り弾けます。その時は鳴り物さんも心の中で一緒に弾けています。子供踊りでは可愛い子供を包み込むように優しく奏でます。そして男女のペア踊り、次に単独の男踊り。この男踊りは森前園長の踊りを継承していて、とてもひょうきんで愉快な踊りになっています。次にニコニコ笑顔のかわいい男踊り、最後にしなやかな女踊りの6つのパートで構成されています。それぞれのパートを耳では鳴り物、目では踊りをどうぞお楽しみください。それでは阿波踊りかかし連劇場の始まりどうぞ。Thank you.
何者は今年も耳なじみのある民謡曲を取り入れ、成長の基本はしっかり守りつつ斬新な音の構成にも挑戦しています。何者の音で踊り手をより際立たせること、ご覧のお客様にもワクワクと楽しんでいただけることを目指して頑張っております。子どもたちはぐんぐん成長し、入練して間もない仲間も練習本番を重ねて阿波踊りの楽しさを実感し、日々熱心に取り組んでおります。踊り、鳴り物、お客様が三つどもえで楽しむ巴練をどうぞよろしくお願いいたします。そうおっしゃっています。巴練の皆さんです。それではお願いいたしましょう。巴練です。Thank you.
開催にあたり最も苦労したのが道路の使用許可、立ち
さんの方々にご覧いただき、参加いただくことでふるさと意識を醸成したいと、駅前メイン通りを使用した本格的阿波踊りの普及定着を図ろうとしましたが、なかなか道路の使用許可もありませんでした。しかし中内さんの熱い呼びかけは地元南越谷商店会、自治会、婦人会へと広がり、地域の人々の理解と協力を得て越谷市、そして警察の開催承認へとつながっていきました。そして阿波踊り開催に向けて活動を始めてから4年後、道路使用許可も得られ、越谷市の町ぐるみの支援により、昭和60年8月24日第1回南越谷阿波踊りが開催されました。徳島からの招待で4年、地元で7年、七種踊り会場は駅前メイン通りのみ、観客数はおよそ3万人からのスタートでした。第3回では初めて阿波踊りコンテストが開催されました。これは現在も続く人気企画です。第10回は流し踊りの会場として西口駅前会場を新設、徳島の有名連を間近でゆったり見られると通の間で評判の会場となっています。第19回は駅前ロータリーに組踊り会場が設置されました。流し踊りとは一味違った踊りで観客を魅了しています。第24回は初めての雨天での開催、大雨にもかかわらず人出はなんと41万人、踊り手と観客が一体となって大いに盛り上がりました。東日本大震災に見舞われたこの年、開催を見送ることも検討されましたが、今南越にできること、祭りでみんなに笑顔をと掲げ、第27回南越谷阿波踊りを開催、東北に元気を送りました。第30回には JR 南越谷駅の発車メロディーが期間限定で阿波踊りの囃子に差し替わりました。また第31回からは東武新越谷駅の発車メロディーも差し替わり、それ以降定着しています。参加11年、来場者3万人からスタートした南越谷阿波踊りは、今や越谷の夏になくてはならない風物詩として定着。今年は35周年というまた一つの節目を迎えました。昭和に始まり、平成、そして令和と時代を超えて開催され続け、地元の誇り、文化ともいえるイベントに育ち、そして今年も南越谷阿波踊りは盛大に執り行われます。懐かしいシーンもありましたね。それでは第35回南越谷阿波踊りで結成された地元選抜連の演舞です。昨年10月に結成された選抜連は異なる連ということで、全員で集まることが難しい中、月に2回のペースで練習を重ねてきました。また今回の選抜連は若手にスポットを当て、若いリーダーのもとに構成を考え練習してきたのが特徴です。地元連の精鋭として恥じないように精一杯演舞します。さあ楽しみですね。当然鳴り物の皆様も精鋭の、選抜連ということになっております。
準備をさせていただいておりますが、ワクワクしますね。多分この今年の選抜年、とにかく5年に1回しか見られませんので、すごく楽しいと思います。さあ、それではやっぱり一番いい音でお聞きしたいですよね、聞いていただきたいですよね、今調整をしているようでございますが、どうでしょうか。私は第6回目くらいからこちらのステージの舞台踊りの司会をさせていただいております。さあ、それではご覧ください。これが選抜連です。
一度しか見られませんので、今年またすごい気合い入ってましたね。さて、この第35回南越谷阿波踊り1日目の大ホールでの昼どこの演技、この後の連が最後ということになります。今年も徳島から来てくださいました阿波踊りグループ虹をご紹介いたします。南越谷の皆様、1年ぶりのご無沙汰です。阿波踊りグループ虹、今年も参上いたしました。ここ南越谷阿波踊りが開催されて35年、我ら虹は結成30年となりました。5年後輩ではありますが、代表の指導者は初回より参加しておりますので35回通っております。思えば初めて追っかけなんてものを体験したのもここ南越谷でした。熱心なファンが徳島まで会いに来てくださったりと思い出は尽きません。こうして歴史が生まれてゆく様を肌で感じ、とどまることを知らない発展を目の当たりにして、これからも聖ある限り見届けていきたいと思います。そして虹を愛してくださるファンの皆様のご期待に添えるよう精進してまいりますので、どうかこれからも応援よろしくお願いいたします。それでは阿波踊りグループ虹の世界へどうぞ。少人数でも確立することを証明し、その存在を世に放ってきた。元号も新たに、虹も結成30年となり、大きな節目を迎えた。そこで大胆にも、自ら虹自体の改革を図った。代表、篠宮佳代の古巣で連長まで務め上げ、一昨年連を退いた堀内南雲年を踊り子として迎え、刻一点の男踊りを虹独自の振り付けで披露する。女踊りにも新たな仲間を加え、以前にも増し明るい未来となるべく第一歩を踏み出す。令和元年夏にふさわしく、
ステージご覧いただきました。